はい、どうもトルです。ということで今回ですけども、古着屋店員の今日の私服の合計金額聞いてみた、やっていきたいと思います。やってまいりました。はい、今日はですね、下北沢来ております。久しぶりのねロケ撮ってるんですけれど、本日はですね、古着屋の店員さんの私服の合計金額ちょっと聞いていこうかなっていう、ダウンタウンデラックスのモノパクリですね。はい、加納姉妹がねぶっちぎりで1位毎回取るやつですね。あれの店員さんバージョンということで、まあ、古着屋の店員さんかなりおしゃれじゃないですか。ただどういったアイテムを着てるのかとか、どういう年代のものなのかとか、そういったものって分かりづらい分、値段とかいくらするんだろうっていうのがいまいちピンとこないと思うんですね。だからこそ今回はね、もうがっつり聞きに行っちゃおうかなということで、何軒か回ってですね、店員さんがどういう服を着てるのかっていうのを、突撃してねインタビューしていきたいなというふうに思ってます。まあ、今後ねこの企画、このチャンネルでやっていきたいなと思っていますので、引き続きですね、続編とか気になる方はよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、今回ね下北沢の4月ということで春編ですね。はい、まあ、下北沢以外のね古着屋さんとか、まあ、あとはその季節によっても面白いじゃないですか。その夏と冬でも結構その金額のパラメーターって変わってくると思うので、もうめっちゃ高いなとかめっちゃ安いなとかね、時期によっても変わるのかなっていうので、そこもちょっと調査できたらなというふうに思ってます。店員さんどんだけ値段かけてんだろうっていうのを、まあ、皆さんにね知っていただいて、まあ、店員さん一人一人の個性を知っていただけたらなと思ってます。で、逆にめっちゃね、こんだけおしゃれな格好してるのに1万円なんすかとかっていうパターンも面白いですよね。で、安く済むパターンとかめっちゃ高いなっていうパターンもあると思うので、まあ、その辺は結構見どころかなというふうに思います。まあ、結構ね僕的にはそのデニムとかレザーとか、まあ、ミリタリーもの好きな店員さんは結構危ないですね。はい、めっちゃ値段いってるような気がしますね。まあ、あとジュエリー系とかね、はい、まあ、そういったところもね、そうアクセサリーとかもね、含めて合計金額出してもらおうかと思っていますので、ぜひね、その店員さんのコーディネート自体と、そのコーディネートでかかってるお金とねちょっとこう面白いラインですよね。こうお金をフォーカスする動画ってあんまないような気がするんでね、全身でいくらいくらですみたいなね、はい、そこもちょっと楽しんで見ていただけたらなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで、記念すべき1人目の、ゲストさんはアスタヤのアスタさんです。どうもこんにちは、アスタヤアスタです。お願いします。1人目なんですね。はい、1人目なんですよそうなんですよ。もう完全にもう一発目なんですよね、こう企画自体が。へえ。そうです。だからもう初回の初回のほんと1人目みたいな感じです。アスタさん恐縮です。よろしくお願いします。お願いします。多分結構メディアね、 TikTok とか YouTube 見られてる方、アスタさんご存知の方も多いと思うんですけども。いないよ。いやいや、もうカリスマじゃないですか。はい、で今回はまあちょっと恐縮なんですけど、アスタさんの今日のコーディネートのポイントと合計金額をちょっと教えていただけたらなというふうに突撃しに参りました。はい、はい、昨日の夜トール君からこのなんだろう動画のお話いただいて、はい、どんな格好していこうと思って、はい、まあなんか金額も話すってことだったんですけど、はい、なんか普通になんかいいものばっか着てきても面白くないなと思って、うんうん、とりあえず好きなの着ました。おお、大好きなので畳めました。おしゃれさすがっす。今はジージャン、60年代のやつですね。はい、で、ラルフのガラシャツ、はい、なんかで、サンディスコグランドっていうフォトグラファーのアート作品の T シャツ、はい、で、タイガー・オブロントのボーテージパンツ、はい、で、ラッセル・モカシンのブーツ、はい、とサーマル、フードスイーターサーマル、もう珍しいって感じですね。さすが、組み合わせがもうめっちゃ可愛いですよ。めちゃくちゃ柄とか色も多いんですけど、はい、なんとなくまとまりのあるようにっていう感じですかね。いいっすね。そのジャケットとかそのレザードもの今高いじゃないですか、うん、いつ頃買われたりしたんですか。これはですね、もう本当10代の時から19歳の時から古着始めた時に先輩から譲っていただいたやつで。そうなんですね。10年以上ずっと着てるやつですね。いいっすね。ちなみにアクセサリーとかもされてたりしますか。アクセサリーは今、はい、普通に指輪と指輪だけだな、はい、うん、バングルいつもつけてるけど忘れてきちゃった。今回そのアクセサリーも含めて大丈夫なんですか。アクセサリーこれもいただき物だった気がするな。あ、そうなんですね、うん、金額も今言ってていいの。あ、じゃあお願いしていいですか。いただき物の場合はいただき物でいいんだよね。あ、大丈夫です。ジージャンいただき物で0円です。はい、はい、0円で、シャツ、はい、これも10代の頃に買ったやつで、ラルフの総柄っすよね。そう、7000円くらいだった気がします。ああ、でも今絶対高いっすよね、それ、うん、7000円は安く感じますね。そう、はい、そう、で、この T シャツももう3年以上前に買ってるかな。で、メルカリで、はい、レッドストックで1万3000円くらいだった気がする。レッドで1万3000円、うん、はい。で、このサーマルのパーカーが、はい、安倍翔さんで7000円くらいだった気がする。お、安倍翔さん、うん、7000円、はい、うん、
で、このタイガーオブロンドンのボンテージパンツ、はい、これもいただき物です。はい、いただき物です。いいっすね。で、ラステルモカシンのブーツ、これもいただき物。これとじいちゃんくれた人は同じ人、同じ先輩。めっちゃもうその人ファッションじゃないですか。で、多分このリングもその先輩からやっていただいたやつ。あんた、いいっすね、あつささん。じゃあ、大半の、あとアクセサリーでいったらこれか。お、キーチェーン。キーチェーン。ルイスレザーの。お、これはするんですか。3000円。安っ。そんな安いんですか、ルイスレザーのキーチェーン。そうなんですね。これ小物は安いの。すごい。ベルトもそうですか。あ、ベルトはこれスイス軍のやつで、これも10年以上前に多分7000円くらい。おお、7000円。で、じゃあこれで多分合計かな。そうですね。お、じゃあ厚田さんの今日の全身ファッション、はい、合計金額37,000円です。おお、安上がり。安いですね。いただき物に救われる。そうですね、こじきファッションだ。これだけおしゃれな組み合わせでコスパかなりいいですね。日頃いい行いしてると服が回ってくるっす。うわ、間違いないっすね。今回その合計金額だけフォーカスしてるわけじゃなくて、やっぱその服のなんか愛し方とかもこう皆さんに伝えて、伝わってほしいなっていうのでやってるんですけど、なんか厚田さんの良さとして結構10年前から着てるものだったりとか、はいはいはい、そういうなんか長年愛してる服で結構今日のコーディネートに関しては多いじゃないですか。そうですね、なんかそこにすごい僕は惹かれました、ね、僕、はい、自分で買った服とかって、はい、自分で買ったもんだから結構後輩に譲っちゃったりとかすぐしちゃうんだけど、いただき物ってなかなか大事にしてて、優しい。だから、はい、クローゼット残ってってるのっていただき物だったりとかばっかりになってて。いやでもなんかそれは能力っすよね。なんか僕もなんか同じ業界人なのにいただき物ってほぼないんですよ。あ、そうなんだ。はい、だからもう愛され方が違う。周りからの。これとか電気グルーヴの T シャツだったりとか。いいっすね。日本のアーティストだったりとか。はい、ピンクゴジラっていうさ、かわいい。カリフォルニアのお寿司屋さんらしいですよ。モアワサビが書いてあったりとか。はい、なんかこういうちょっとまあ、少年心くすぐるような昔の恋愛シミュレーションゲームだったりとか、なんかイメージあります、厚田屋さんといえばという。そうなんかそういうこんなクソダサい T シャツとかさ。お、吉野ぶと松井若なんかこういう少年心くすぐるアイテムは置いてたいなと思うんですね。どこで買えるんすかみたいなセレクトっすよね。本当にさすがっすね。そう、やっぱここ狭いお店なんで、はい、周りに下北は大きいいい古着屋さんいっぱいあるじゃないですか。はいはいはい。他のものと他と一緒のことやっててもどうしようもないと思ってて、うん、なるほど。違うとこを集めたいなとは思ってます。あ、伝えでしか買えないものばっかっすよね。って思ってもらえたら嬉しいなって思ってます。いや、ほんとそう思いますよ。はい、とりあえず今ね、あつたやさんの取材を終えて違うお店向かってる途中なんですけども、あつたさんめっちゃおしゃれでしたね、やっぱりね。あれでかなりコスパよく感じちゃった。あれ多分お下がりじゃなかったらだいぶいってますね、金額ね。かなりいいの着てたからすごい。でもね、何よりもそのやっぱあのね、さっきも喋ったけど、そのヴィンテージもらえるってかなりすごいことだからね。変な話、売ったら値段になるようなお金になるようなものばっかりを人にあげれるってかなり人望厚くないとできないんで、やっぱ厚田さんすげえなっていう感じですね。はい、じゃあ2人目のゲスト、 A ルームの店長まさきさんでございます。お願いします。よろしくお願いします。はい、めっちゃ思想強そうでしょ、超ロン毛で。以前ね、ガチな下北沢古着屋巡りって僕の Vlog の動画で少しだけ出演してもらった方なんですけども、はい、そのね、まさきさんめちゃくちゃおしゃれで、下北のね、カリスマとご自身で言われてるらしいので、やば、説明めっちゃきついんだけど。全く台本なしで勝手にディスってます。はい、事前にアポイントにして撮らせてくださいって言って、カメラ回った途端めっちゃディスるって。早くない、こんないきなり始まるの。あ、そうあの本当準備なしなんでね、いつもこんな感じです。で、今日はまさきさん、ねかなりおしゃれだなって僕も勉強させてもらってるんで、今日ちょっと教えてもらいたいのは今日のファッションのポイントと、あと全身の合計金額、あのアクセサリーとかも含めて大丈夫なので、なるほど、ね、はい、それを教えていただけたらなというふうに思います。結構まさきさんってこう古着屋の店員さんの中でもまさきさんっていう系統な感じしますよね。いつもまさきさんっぽいなっていう服装のイメージ多いんですけど、ヴィンテージも大好きなんですけど、はいはい、ちょっとやっぱ今の時代じゃないようなヴィンテージがすごい好きで。なるほどなるほど。ヴィンテージって多分今の時代でも、はい、いらっしゃいませ。いや、さすがじゃん。はい、で、ヴィンテージが何だって。
すごいな。ヴィンテージ、多分今の時代でも、はい、なんかヴィンテージから今の形になった服とかもあると思うんですけど、それじゃなく、なんかヴィンテージの時代しかないような形がすごい好きで、それを合わせてる感じが多いかもしれないですね、はいはいはい、僕は。あー、なるほど。だからちょっと意外と、ちょっと変な服が多いかもしれないですね、はいはい、確かに。他に残すことありますか？あ、そう、ないですかね。あの、まさきさん、よく下北で、はいはい、あの道で飲んでるんですけど。それいいって出現率高すぎませんか、いつも。いや、はい、もう飲むしかないんだもん。あの、雨の日、傘さして外で飲んでるんですよ。いいって、恥ずかしいからね、はい、ぜひ皆さんも、まさきさんすごいいい人なんで、見かけた時はね、気をつけてください。いや、もう見かけて、声かけてくれたらおごるんで。多分ジャケット、はい、多分50年代ぐらいのやつなんですけど、当時、フィフティーのネットで買ったやつなんですけど、はい、絶対高い。これだけど、当時安くて多分4万ぐらい、はい、何のブランドとかなんですか？なんかベイルってもうなくなっちゃったブランドなんですけど、はい、多分エンジニアジャケットってめちゃくちゃちっちゃいやつばっかりですけど、金サイズ50ぐらいのめっちゃでかいやつで、うん、そうっすよね。なんか本来ピタッとしがちっすもんね。あ、そうです、多分。じゃあ4万円のジャケットでシャツが、シャツ多分5000ぐらいで多分どっかで買ったやつなんですけど、でもリネンとかっすよね。シルクリネン、シルクリネン、ラルフ、あ、今ね、高いやつじゃないですか。なんか今高いですよね、多分、うん、普通にこ、まあ、色、好きな色なんです。うん、可愛いです、可愛いです。ボトムスお願いします。パンツが、これもなんか、はい、今日無駄に高いんですけど、はい、動画用で考えたからおしゃれしてきちゃったから、うん、ちゃんと嬉しいですね、でも企画に沿ってもらってこれは一応多分、はい、多分4万ぐらいだったと思うんですけど、確か。なんかハイブラ系とかですか、それは。あ、これもだけど20年代、30年代ぐらいの。ヴィンテージなんだ。あ、そうなんですよ。でもマジでちょっと分かってないんですけど、はい、いろんな人から聞いたら、多分なんかもしかしたら黒魔術系のやつとかか、何かの衣装か。まあ、匂い的にはそういうニッチなやつってことっすよね。で、それが4万円で。で、シューズが、はい、もうなんか何でもアシックス。あ、アシックス、あの中学生の時使ってたやつですね。そうだよね。おしゃれなんですよ、ね、そう言われちゃうと、うん、このスタイルね、やっぱアシックスよ、で外すスタイルね。さすがまさきさん。アシックス好きなんで僕。すごいです。いいです。1万2000円とかそんな感じだと思う。でもちゃんとっすね。で、アクセサリーとかありますか？ベルトとか手回りとかリングとかがおいくらですか？リング、これだけど、はい、ここ2つもらい物なんで。あ、じゃあもうゼロだ。これもゼロだね。これ、はい、全然、多分8000円ぐらい。あ、8000円ぐらい。まあシルバー系の。シルバー、ここ多分2つとも8000円、8000円ぐらいだと。はいはいはい。まあリーズナブルなシルバーアクセサリーですね、うん。ベルトありますか、そのベルト、ブランドとか。ベルト、特に何でもないベルトなんですよね。あ、値段ですか？あ、そうなの。盗んだんですか？これ盗んでない。これ僕拾ったやつなの。ああ、外で飲んでたら。飲んでた時に拾ったやつです、はい、ああ、ちょうどベルトねえし。めちゃくちゃ革質いいんで気に入ってます、ね。ああ、やっぱ飲んでるといいこともあるんですね。飲んでるといいことしかないです、はい、やっぱり。じゃあそれ0円。それマスクはいくらですか？マスク。マスクは、これは、7個セットとかで買ってるからね。あ、7個セット7個セットとかで買うから、ね、あのコンビニのやつですか？あ、そう あれコスパ悪くないですか？そうだね、質はいいと思うんですけど、マスクの。あ、だけど全然これ痒くなっちゃうやつなんで。ああ、そうなんですね。ではマスク7個でいくらだったんですか？7個で300円くらいじゃないですか？あ、じゃあ300円って入れときます。いる、それ。じゃあ、まさきさんの合計金額出ました。何いくらですか？はい、全身で本日のね、コーディネート113,300円です。高いですね。はい、さすがですね。いやおしゃれ番長。いや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 、本当だけど、はい、よくないね。高くない、なんか。いや、ありがとうございます、まさきさん。ありがとうございます。急なお願いあったんですけど、心よくあの受け、ね、してくれて本当にありがとうございますね。やっぱおしゃれですね、まさきさん。いいって。組み合わせ的なポイントあるんですか？ちなみにその色の使い方とか。色、どうなんだけど、どっか明るい色を、色は入れたいなとはずっと思ってますね、基本的に。なるほど。今日で言うと寒色な感じとか、ね、多めで。今日だけども、はい、なんかパンツ見せたいだけだね、今日。あ、もうパンツメインで。パンツメインだね。あ、なるほどね、うん。いつぐらいから髪の毛切ってないんですか？あ、すごいね。すごい聞かれるんですよ。すごい。
つだろうね。まあでもメンテナンスはしてますよね。メンテナンスはほぼしてないよ。あ、じゃあコスパいいっすね。はい、うん、やっぱ髪の毛にコストかけてない分やっぱこうヴィンテージとかにお金かけるしたりね。女の子すごいなと思うもんね。髪の毛大変だよ ね、 ネイルとか ねお化粧の道具もそうですけど、俺ちゃんだってロン毛だったじゃん。あ、そうですね、うん、俺も放置するときはもうめっちゃ放置しちゃうんで、うん、長くなるときすごいんですけど。無理だよね。いやでも本当男って髪の毛気使わないですからね、基本的にね。マジで気使わないね。もう前髪もね、はい、ね、あもう長くなったら前髪切るだけなんで僕は。あもう目見れ出せればいいやみたいな。そう見えてればいいんで。あのワンちゃん あのトリーマーみたいな感じですよね。その目隠れちゃったから切りますみたいな。そうスタイルというよりかは視界が悪かったら、ね、はい、カットしてあげるみたいな。はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。舐めてる。いやすごい、ね、また飲み行きましょうよ。また飲み行こう。はい、お願いします。え、なんか今食べました。いいもうかわいそう俺が。ないんでか。まあ、次の古着屋に行く前に、まあ、まさきさんやっぱねおしゃれでしたね。はい、まさきさんやっぱりこう下北沢でちょくちょく会うんですけど、もう基本的にやっぱりその決め込んだねおしゃれスタイル決め込んだっていうとちょっとあるかもしれないですけど、はい、いつもおしゃれだなと思ってたらやっぱ値段聞いたらね結構するなっていうので、はい、ちゃんとヴィンテージで全身コーディネートしてんだなっていうので結構ね勉強になりました。でまさきさんはね、まあ、結構僕動画中で軽くディスりみたいな感じでいじったりしてるんですけど、もう本当にいい人で、僕より年上なんですけども常にこうね優しく僕と喋ってくれてお世話になってるお兄ちゃん的な存在です。はい、よくねお酒とかも飲みに行くぐらいの仲なんで、まあ、そういったところで、まさきさん今回動画に出演させてもらいました。もうよかったらねそのまさきさんのインスタグラムと A ルームのインスタグラム貼ってあるんで概要欄からリンク飛んでチェックしてみてください。はい、ということでね、3人目のゲストの方なんですけども、シュナーさんのマイカちゃん。はい、はい、マイカです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は初対面なんですけれど、はいはい、急遽あのお話ししたら、心よく、お受けしてくださったということで、今回お願いしたいと思います。おいくつでしたっけ ?21 歳です。あ、21歳。若いですね。じゃあ、21歳女の子で古着屋の店員さんということで、まあ、どういったね、ファッションの、なんかテーマとか、お金の書き方をしているのかっていうのをちょっとお話聞いていこうかと思います。はい、お願いします。ちなみに事前アポしてなかったんで今日はちょっとこういつもと違う感じですか。いつもと、はい、若干違う感じですね。あ、若干違う感じ。ちょっとお店に、はい、合わせてお客さんに真似してもらって買いやすい感じ、はい、あ、大事ですね。はい、いやちょっと本気モードというよりかはちょっとこうラフな感じですよね。はいはい、カメラ回ると全然変わるっすね。カメラ回るとマイカちゃん喋んなくなるね。お姉さん絶対バカですよねっていつも言われる。嘘。お客さんですか。やれやれ。頭悪いよって言って。あ、ちょっとごめんなさい。すいません。いや、普段からこんな感じです。嘘つき。はい、じゃあマイカちゃん今日の、コーディネートのなんかポイント的なのがもしあれば教えてください。ポイントは。はい。結構店がメンズものが多くて、はい、でちょっとなんかゆったりめのパーカーフーディーになんかメンズっぽい感じなんですけど、一応女性なのでちょっとなんかこう何でもないこういう店キャミソールみたいに着て、はい、ちょっと女の子らしさ、はい、そこで、はい、で下は、はい、ウエスト27の超ぴったり、はい、ちょっとご飯食べてお腹いっぱいになったらきついぐらいの無理してるアーミーチノです。あ、いいっすね。はい、女性アーミーチノ超かっこいいです、はい、ちょっとここで、まあ、実はアーミーチノみたいな。あ、実はね、はい、ヴィンテージも取り入れちゃうし、はい、みたいな。そうです。サイズは結構上がでかかったら下もでかくするみたいな感じなんですけど、うちの店のお客さんたちは、はい、私はちょっと女性らしさも出したいので。なるほど。結構ウエストぴったりのシュッとさせて、はい、で靴は、はい、もともと病院勤務の方とかが履くような、はい、患者さんとかも履くようなのを真似したなんか、はい、マリアンヌっていう靴です。へ、はいはい、なんかブランドがそういうコンセプトでその靴を作ってるっていう。あ、そうです、そうです。あ、そうなんですね。
今回ちょっと流行りのクラークスみたいな見た目なんですけど、でもそのサイズのアーミチノ探すのめっちゃ大変じゃないですか。そのぴったりだったんで、はい、ちょっとシンデレラサイズじゃないみたいな感じで、なんかこれ履けたらすごいよって言われて履けちゃったんで買っちゃいました。ああ、でもそこまでサイズいいとね、はい、大体でかいですからね、そうですね、運搬ね。で、まああれですね、はい、帽子はステーシーなんですけど、はい、このキャミソールとこう色拾って合わせた感じ、あそこでリンクさせて、はい、なるほど、ありがとうございます。順番で値段を、はい、教えてください。上が4500円ぐらい、4500円、バケハスね、はい、はい。でこの中は何でもない、はい、なんか超前に買った900円ぐらいの H&M のやつです。ああ、もう900円じゃあ入れておきましょう、はい、900円、はい。これは超昔にニューヨーク城で買いました、はい、3800円ぐらいだったかな。オールドステューシーですか。そうです。安いっすね。めっちゃ安くて、それは買いだ、いろいろなんか、はい、安くてね、可愛いですね形もね。2、3年前ぐらいに、いいっすね、愛用してる。これは1万4000円ぐらいでした。あ、いいっすね。まあ、でもそのサイズやっぱするんだね、1万4000円。さすが。はい、パンツ1万4000円。で、靴は1万6000円ぐらいです。お、1万6000円。で、ジャケットは、はい。ラルフですか、それ。ラルフです。あ、ラルフ。で、3万円ぐらい。お、いいの買いましたね。はい。お気に入りです。スペシャルアウターだ。はい。で、アクセサリーとか別にしないですかね。してます。お、してないのかと思って。イブサンローランです。お、それはおいくら万円でしょうか。3万円ぐらいかな。あ、これはちょっと強いぞ。結構いきますね。ちょっと女性らしさを。はい。はい。ヴィンテージとかじゃないんですけど。うん、いやでも全然いいですよね。可愛いです。女の子なんで。さすが。ちょっと細かなとこで女の子アピールがあるんですね。キャミとね。はい、常に。常に。常に。そしたらアクセサリーこれが全部ですかね。あ、そうです、今日は OK です、はい、じゃあ合計金額出ました。今日の、マイカちゃんの全身は99,200円。あ、本当ですか。はい、はい、ちゃんとっすねです、 です本気モードの時は、まあ、変な話値段とかも結構いきます。その一着一着高いのとかも。でも私結構、はい、なんかヴィンテージとか着るにしても、はい、こうちょくちょくレディースのパンツとか合わせたりするんで、なるほど、なんかそんなゴリゴリにならないぐらいな感じなんで、はいはいはい、やりすぎないぐらいで、はい、でもなんかいい感じに新品ブランドとかも取り入れてるからね、はい、なんかそこでもやっぱお金かけてるからさすがっすね。いやいや皆さんにはかなわないんですけど本当に。はい、まやかちゃんありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、初めましてなのにいきなり全身の服の金額教えてくださいみたいなねすごいこと言っちゃったんですけど、いや、とても助かりました。ありがとうございました。でも結構なんかそのリールとかインスタとかで、はい、マイカちゃんのこと知ってる方もね多いかと思うんで、ね、活動されてますもんね。まあちょこっと。ちょこっと。よかったら、マイカちゃんのお店とマイカちゃんの、インスタグラム、概要欄にリンク載せてるのでぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。でなんか僕のこのチャンネルほとんどメンズなんですけど、なんか女の子でこうなんかおすすめなヴィンテージの着方とか、なんかもしもあれば、基本僕しかこの動画出ないんですよ、はいはい、だからなんか女の子に対するメッセージほぼないんですね。あ、なんかもしあれば、もしなんかおすすめなお店とかでもいいし。おすすめなお店、はい、下北だと、はい、結構こうレディースも置いてて、メンズも置いててとかあったら、はい、シャラさんはよく行きま す、ね、あとレディース、がっつりレディースで、はい、結構きれいめとかだと、はい、シアンさんも結構好きです。なんか結構あれっすね、ちゃんとヴィンテージセレクトしてるお店行かれるんですね、やっぱね。行きますね、ちょくちょく。社会勉強です、ね、社会勉強、まあ、やっぱね、職場がそうですからね、はい。もともとヴィンテージ好きやったって感じなんですか。もともとは全然古着とか着てなかったです、はい、そうなんですね、はい、新品かギャルみたいな格好してました。もっとギャルですか。もっとギャルみたいなこと言われるんですけど、はい、別にそうじゃないです、はい、あ、違うんだ。ね、なんかリアルタイムでギャルなのかなってちょっとね思ったんだけど、でも違うかと思ってて。いや全然超一般人。いやギャルも一般人なんだけどね。超女の子です、普通の。あ、よかったです、はい、まあ、よかったっていうのも変ですけど。よかったのもおかしいですけど。そうですか、ありがとうございます、はい、そしたらぜひ、はい、皆さん参考にしてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、ということでね、下北沢古着屋店員の私服の合計金額聞いてみた、やってみました。いや結構ね、なんか想像以上に、あ、やっぱみんなあのお金かけてんだなっていうのでちょっと痛感しましたね。もう逆になんか最初の厚田さんとかはめっちゃ面白かったですね。なんか厚田さんらしくて、なんかこういう動画の企画を持ってくるとやっぱこうみんな決め込んでちょっといいやつ着てくるのかなと思ったら、厚田さんはもう結構ラフな自然体なスタイルで、かなりコスパのいい格好されてましたし、まあとはいってもめちゃくちゃおしゃれなんでかなり参考になりましたね。まさきさんとかまいかちゃんとかはね、なんか結構こういつも通りなスタイルだとは思うんですけども、なんかやっぱね、ヴィンテージとか取り入れてると、まあ、ある程度ね、合計金額いくなっていうので、まあ結構こういう企画やってる人もいないのかなっていうことで、今回ちょっと動画にしてみたんですけども、古着屋の店員さんって実際いくらお金かけてるのか、なんかいまいちわからないじゃないですか。なんかこう、僕らも、こう、同業者の人でも、やっぱ年代物とか、コアなグッドレギュラーとかになってくると、あれが相場いくらなんだろうって見ただけじゃわかんなかったりするんで、実際ね、もう聞いちゃうっていう、いくらなんですかって聞いちゃうっていう、そういう動画を作ってみました。で、ちょっとね、この動画が少しでも反響良ければ、引き続きこのシリーズやっていけたらなっていうふうに思ってます。まあ、下北以外でも、まあ、原宿とか高円寺とか、まあ、いろんな古着屋のお店、まあ、なんならその新品のね、セレクトショップの店員さんとか、美容師さんとか、より幅広げてやれたら、面白いのかなっていうふうに思ってますので、良ければ評価よろしくお願いします。まあ、そんな感じでね、まあ、ダウンタウンデラックスのモノパクリなんでこの企画、まあ、いつか加納姉妹みたいなね、もうぶっ飛んだ人が出てきても面白いかなっていうふうに思ってますので、紹介してほしいって方がもしいらしたら、よかったら、連絡ください。あの取材させてほしいんでよろしくお願いします。ということで、今日はねもう動画撮り終えてちょっと自然な感じでご飯屋さんにいるんですけども、なんと僕の隣にですね職場の先輩の大志さんが。お疲れ様です。います。お疲れ様です。はい、たまたま休日一緒っていうことでさっき道で会ってね、あのもうちょっと楽しんじゃってますね。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、そんな感じで、まあ、いい一日でした。今回ね、この企画に参加してくださった、スタッフの皆さん本当にありがとうございました。貴重なお時間をいただきまして、とても光栄でございます。はい、そんな感じで今回の動画は以上です。次回の投稿でお会いしましょう。ではまた。